千葉県の印旛村役場勤務しております白鳥文平34歳です。かつて高校大学を通じ三段跳びの選手として活躍、自己ベスト15メートル30センチという記録を持つトリプルジャンパーがジャンプハングで驚くべき投躍を見せた。かつての選手、さあ続いてこのトランポリンはどうだ。かつてのトリプルジャンパーはおーっと片足で、片足ジャンプだ、片足ジャンプでしがみついた。これは見事、片足ジャンプ。さあ残り22秒1回で登れるか、1回あーっとつまずいてしまった。どうした、見せ場はジャンプハングまで。史上初の片足跳びを決めた白鳥文平、そり立つ壁でタイムアップ。ここまで80人が挑戦し第2ステージ進出の切符を手にしたのはわずかに3人。果たしてあと何人がクリアしてくるのか。